何から話せばいいか、とりとめもない話なんだけど。あの、自転車買いたい。自転車買いたいってずっと思ってて。ねこの自転車買おうなんつって。ね。もう、これ、全然踏ん切りつかないから、いつもこう、ダイムっていう雑誌に、いろいろ買い物に関する記事書いてんだけど、普通はこれ買いましたっていう記事を書く連載なんだけどね。月1の。自転車買いたいって書くぐらい。1 <laughs> 号まる自転車買いたいって書くぐらい、買いたい自転車がずっとあって迷ってて。 それで、えっと、まあ、自転車乗りやすいシーズンが来たら決めようと思ってて、したら2月の頭にキャンプ行こうとなったら沖縄にで沖縄キャンプ場イトと自転車持ってって乗るから、じゃあ、いよいよ買おうかな。待てよ。なんつって。それで、散歩、散歩ってか、こう、用事があって、えー、秋葉原に行った帰りに、自分の家の近くでそのチャリを扱ってるっていう自転車屋さん、 で、ここ何度か行ってりする。何度か言ってその自転車について物を尋ねてるんです。その、僕の解体自転車について。で、その、お自転車屋さんまで、俺が歩いてたどり着くことができて、かつ、時間が割と夕方だったんで、自転車屋さんが閉まってなかったらもう買おうなんつって決めて。で、電車で何駅ぐらいかな電車で秋葉原からだと、4駅分ぐらい、結構5キロ、5、6キロ持ったかもしれない。歩いて。 その自転車屋さんに向かう途中、いろんなこと考えるわけ。いいの果たしていいの結構なお値段するぞこの自転車は。いいのかなんてことを考えながら、歩いてて。でね、これどれぐらい迷ったかというと、もうすでに、えっ、ー、とー、自転車の展示会みたいのに行って、その企業のブースに行ったりとか、さらには、その自転車を作ってる工場まで行ってみたりとかもしてるわけ。だからその自転車を扱ってる会社のスタッフと直、俺ちょっとか、俺ね、買おうって思って、 てるんです。ぐらいの、もう宣言はしてて。で、まあ向こうからしてみて、わざわざこう、対面して、お会いして、挨拶をして、名刺交換をして、まだ踏ん切りつかねえのかよ、ぐらいの感じです、向こう <laughs> な、何かありましたもうあの言ってくださいね。なんつって話もしてるんだけど。で、その自転車屋さんに向かう道すら、よし、もう買おう、買おう、もうあ、もう開いてたら買おうってこと、開いてて。で、買いに行ったら、売れてて品切れですって話になっちゃって。ええー、っていう、もうこの、 買うしかない時に、そうなのってなって。それで、その、以前、その会社、まあ、サイクルショーの時に知り合った、えっ、ー、と、人にメールで、もう買うことを決意したにもかかわらず、今日、もうその、えっ、ー、と、またニアミスで、今売れてるんですってねっていう話も含めて、えっ、ー、と買え、買えませんでした。みたいな話。メールしたら、 向こうの人が、その、なんかその在庫調整みたいなタイミングで、その工場に、在庫はの戻ってくることもあるみたいな。で、その、えっ、ー、と、うん、その在庫をお売りすることができますよ、みたいな。メールをもらう。タレントパワーです。完全なタレントパワーの賜物じゃないですか、これ。<laughs> まあまあ、皆さんいろいろ違和感あると思いますよ。本当のタレントパワーってなんだいや、全然そういう、タレントパワーですよ、そういう意味では。ちょっと早めにね。ね なんだけどさ、俺の気の弱いところっていうか、その、うん、地元の自転車屋さんにも行けなくなっ、な、どんな顔してその前通ればいいの <laughs> その、ね、その話いっぱい聞いた人の前のところで <laughs> な、なんかすげえめんどくせえことに今陥ってて、その自転車すげえ欲しいんだけど、あのー、無理を言った上に、で、そっか直販もやってるわけよ。それ会社の直販もやってるから、直販を通して買えばいい、良さそうなもんなんだけど、 俺は、その、多少値段がもう割り増されてもいいので、自転車屋さん経由で欲しいわけですよ、僕からしてみたら。自転車、でも、それもややこしい話じゃ、ものすごいややこしい話じゃないですか。じゃあ、その、ちょっと高くなってもいいからっていう分を急に自転車屋さんにあげるのも変な話ですよね。いやいや、俺は買ったんだけど、もしそこで買ってたらっていう分、じゃあっていうのも変な話じゃん。でも、買ったいて自転車デリケートなもんだし、俺自転車ど素人だからなー何、なぁ、なん、 いや、その自転車さんからしめたら嫌だよね。だってあんだけ相談に来てんだからね。うん、しかも4度ぐらい。<laughs> 4度ぐらい相談に来てて。ほい <laughs> で、よそで買ったものを持ってくるってことになるわけじゃんか。それは、それは良くないよね。それは良くないよな、みたいなことで、こんなうじ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 ,うじしてる間に、また新しいモデルが絶対、<laughs> 絶対出ちゃうんだよっていう、そんな取り留めのない話。